まあ、一応一回休もう。6上がったぞ、その体調が。乗馬したい。あそこにいらっしゃるの、いや、なんか、でも必要なパラメータわからないからな。多分、失敗するな、このゲーム、多分。ごめんね。うん、残念。何をする？じゃあ、どうする？お、テスト。いい感じになるんじゃない？美術まあまあ、家庭まあまあ、マナーまあまあ、理系まあまあ。あ、まあ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 と、ああ、そうか、美術がまあまあなの？なぜ？なぜに？全然体調良くならないじゃん、このゲーム。どうしよう？どうする？これまあまあしかないじゃん。多分200がないと多分いい感じにならんだろうな。悪いけど。あ、な、え？なんか冷たくなったな、みんな。あ、ちょ、あ、スキップするの忘れたな。今度の日曜日だが、これは行くわ。ありがとう。マリン来ない。はい、ああ、でもさ、こういうの絶対、ああ、これ絶対、ああ、じゃあ来週来週。一生懸命。ありがとう。いやあ、でも後で絶対決定だ、負けそう。じゃあすぐ、はい、オルフェレウス。はい、君か。カーニバル行ったことないよな。カーニバル嫌いそう。それならば、おい、私が同行しよう。エレガント行ける。うわ、うわ、怪我しそう。寝よう寝よう。すぐ怪我す。おお、もうすぐオルフェの誕生日か。プレゼントするわ。このゲーム、美薬があるんだよな、なんか。とんでもねえ。なんで、これがプレゼント？いや、これを、なんか、もうゲームシステム的にどうなんだろう、これ。なんか、なんかのパラメータが高かったらいけるみたいな。でも、パラメータ的に多分刺繍だな。刺繍でいいだろう。私はもう安全で行く。初見で。あ、アニスちゃん見つけた。ケーキでも食べに行かない？よ、行こう。決まり。じゃあ早く行こう。おー、マリンはもう爆弾でないだろう。そんなに仲良くしてたら。オーガスタも。ごめんなさい。いや、マリン怖いな。マリン一番怖い。意外とみんなも怖い。あの金髪。むしろマリン一番怖くないかもしれない。よい、エレガント。あ、冬か。気にすることはない。今日の服装。でしょう。今回はとても豪華な演出だな。夢の世界のようだね。やっぱりそういう選択肢がいいんだろう。それではか、君を部屋まで送り届けた。この今年もその恋愛の長寿をオルフェにしたら、オルフェめっちゃ光るんじゃない？それこそ本当に虹色になるんじゃない？今度こそ。上手に仕上がった。やっぱり美術その高いから。オルフェ、これ受け取っていただけませんか？覚えていてくれて感謝する。まあまあ、まあまあ、刺繍まあまあなの。上手にできたのにまあまあなの。悪いな、
他の人全然ないな。ルイ。無理だ。ずっと無理じゃん。ちょっと、ああ、またなんか連続休暇が出たから。まあ、その前にちょっと爆弾の調子を見よう。あら、それとも。ちょっと評価先に。みんこんなか。お、あ、みんな、いい感じじゃない？一応。あ、でも男が、なんかちょっとめちゃめちゃ悪いのがちょっと気になるな、他の。あれ、パラ萌えないの？ちょっと、まだ何か知りたいことでも。誰の情？ちょっと面白いルードビヒの情報。よく覚えと。知的なことを好み、センスで構成された物事を嫌う。目を引く華麗な立ち振る舞を舞のできる。どういうこと？どう？悩み解決の。じゃあ容姿は必要ってこと？まあ、じゃあ運動100にする。運動100にしたらもう運動しない。すみません。怪我するもん。あ、でも運動してなくても結局怪我するよな。運動で頭角現し出したってな。お？俺と渡り合えるようになるのがすげえ楽しみだぜ。やっぱりスポーツ担当だな、エドバルト。でもピアノ、最初に出会った時はピアノ弾いてたけどな。お？イベント？いきなり？あ、クリスマスか。まあ、いつものね。早くクリス、今回は流行のドレスにしてみたの。努力は認めるわ。そういえば、終わりはなんか。学園の生徒さんですね。どうぞ、お通りください。それでは皆さん、今日は。お。よっ。お姫様。誰の、そのキャラクターでそのテンション何？そのお姫様とかお嬢さんとかちょっと面白い。ちょっとお変だな。変っていうか。今日はめちゃくちゃ綺麗だな。と今日もだぜ。あ、ちょっとチャラい系思ったより。あ、カミユが女の子たちに囲まれて目回してんな。ちょっと助けに行ってくるわ。じゃな。お、仲いいんだ。いや、輝いてる人来た。なかなかのパーティーだな。なかなかのパーティー。君もゆっくりと楽しむといい。パーティーも終わりの時間だな。楽しい時間は早く過ぎるものだな。では、もう夜も深い。今日は寮まで私が送り届けよう。このゲーム何月まで？なん四月。ああ、4月が最後。うわ、もうすぐ終わりやん。あと半年やん。これは大変だぞ。データセーブ。本当に攻略できるのこれ。いやー、最後にやっぱり女の子と遊ぶ。やっぱり爆弾が怖いから。はい、ここまで来て爆弾でやられたくない。はい、あら。でも、今回からちょっと、なんていうか、いや、公園行ったことないな、そういえば。その、断られても、もう誘わないという形式で行ってみるか。はい。マリン、仲いいでしょう。アニスニャン、どうしたの？アニスニャン。はい。じゃあ行くか。あ、一応なんか狙うキャラ被ってるからな。大丈夫か？よし。将来はダーリンと子供が子供の面倒を見るの、まあこれでいいだろ、普通に。やった。それじゃ。簡単だ。途中まで。なんか結局マリンと一番仲良くなってない？なんか。はい。
でもオルフェス、オーガスタラ、いや、ここから多分高感度、多分ここからはそう、ここからは多分あれだよ、そのパラメータの問題だな。後でちょっとセーブして、失敗したらちょっとパラメータだけそのちょっと攻略見て、一応何のパラメータが必要なのか結局わからないんだよな。あ、そうか、保健室の情報でなんか変わって、なんか必要なパラメータがわかるとかそういうのある。ああ、この人こういうのが嫌いとか。そう、ああ、やっぱりとてつもなく疲れたわ。新しい表情見た。帰りましょう。ああ、やっぱりこういうの嫌いなんだ。途中まで一緒に行きましょう。でも仲良くなったよね。ああ、また新年になった。ここは多分共通イベントだろう。今年も恋のおまじない。今年もそうね。さあ、誰かの2回ともオルフェにしたらもうめっちゃ輝くんじゃない。死ぬほど輝くんじゃない。ここからオルフェ、レウス、リオレウス、クロエス、ロイエスや。ねえ、誰との恋のおねん。うちなるお、私は同じセルフやん。全く変わらないね。おけんし、ちょっと情報聞こう。あら、それとみんなちょっと怖いな。あ、みんな、あ、みんなまだまだなんだ。でも爆弾別にないからいいか。まだ何か。誰の、オルフェ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 。よく芸術を愛すロマンチスト、すべてがパーフェクトで、パーフェクトで男女平等な女性が好み。この時代でお前男女平等、水辺は悲しいところだと思っている。つまり全パラメータ必要ってこと？男女平等な、わかった。そのどっちのなんか後半とどっちもた、なんか今ちょっと女性偏ってるから多分悩みか。ああ、じゃあ男の好感度も上げないと。ちょ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 、ああ、ちょ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 、私学力高いから、はい、ちょっと男の好感度も上げないと。あ、男女平等、多分このゲームシステム的に多分男と男女 あの好感度が同等くらいっていうことだろう。そのゲージがあるから。ルードビッヒだ、何者か。なんだお前か。何用だ。なんでずっとそんな、そのめっちゃなんか敵があるみたいな。あ、スケート長あんま好きじゃなさそう。遺跡だろお前好きなのは。ならば私自ら連れて行ってやろう。よし、全員作戦成功やろ。いつも簡単に。あ、もし、こいつも面白いな。あ、これ、エトが好きな。カジュアル好きそうじゃない？わからないけど。少し遅れたか。不快だ。帰らせてもらう。ウェイ。ダメじゃん。一応デートしたことない人とデートしよう。はい、こ、ナオチ、ナオチこそカジュアルやろ。はい、ナオチです。あの、まさかあの魔王はトラディショナル。ああ、あなたですか。お相手する時間がないのですが。ナオチこそカジュアルだろ。全然、スケート長どう？今度スケートに挑戦したいのですが、私に教えていただける方をご存知ないですか？それでは自分が同行させていただきます。なんだよ、本当に誘う系だよな、その誘い方が。いや、今知ってるのはオルフェがエレガントでしょ。
で、エイトがボーイッシュ、この2つはもう決まったけど、なんかそのショタこれ好きそうだから、ショタがこれで、でさっきのエイトがこれ、あ、ルイがこれで、だから今のナオチがこれかもしれない。すみません、遅れました。目をそらすんだよな。その服よっしゃ、とてもお似合いです。こうだろう。スケートは好きですか？私運動一応100以上あるよね。そうですか？自分には理解できません。しょうがない、疲れを感じます。それでは帰りそれでは失礼します。ときめもと同じシステムじゃないんだ。その運動40以上あれば自信あるみたいな選択肢が一番いいみたいな。私ときめもって思ってやってるから。はい。一応カミューとちゃんとした程度したことないよな。すぐ帰ったから、あいつ。はい。あ、君か。僕に用事か何かあるの？めっちゃなんかもう公園好きやろ。うん、よしよし、今度こそデートできる。簡単な選択肢出るだろう。やっぱり人並みにはで選んだ方が良かったか。お前これっぽいな。花、なんか花っぽいから。遅くなってごめん、ね、まさかのトラディショナル。あ、その来た来た、とても似合ってるよ。よかった、いけた見て、子供は無邪気で可愛いよね。これ簡単そうな選択肢が出そう。心が安らぎますよね。やっぱりそう言うと思ったよ。僕と同じだもん。嬉しいな。今日はすごく楽しかった。どうもありがとう。じゃあ帰ろうすぐ普通なの。またね。すんでまたねが怖すぎる。いや、このちょっとデート、なんか二人とデートしたけど、どんな感じ今。それとも、こんな感じ。あ、まだまだなんだ。じゃ、もっとやらないと。爆弾で全て壊したな。ちょっと、まだな。いいです。やっぱりもっとやらないと。もう全部のパラメータ100以上あるから、はい、男を、ちゃんと倒さないと。ルードヴィッヒだ。何者か。なんだお前か。何用だ。じゃあ遺跡だろ。ならば。前に、いや、なんか、ああ。なんか、それでもなんか何人かに絞ってあげた方がいいのか、これ。じゃあトラディショナルだろ。前回。カジュアル着てなんかキレられたから。少し遅れたか。その服なかなか良い趣味をしている。何その動きな、面白いなお前ルードヴィッヒ。最近遺跡を荒らす輩がいるようだ。過去を重んじない無知な者たちですね。そうだな、そなたには真実を見出す感性が備わっている。やっぱり、だからトラディショナルが好きなんだ。有意義な時間を過ごせたようだ。帰るぞ。帰るぞ。さらばだ。エドはチャラそうだから、まあでも別に嫌いじゃないけど、じゃあそのルーイとそのなんていうかショタに絞って攻略してみるか。じゃあ今回ショタ。はい、こう。あ、でもなんか、翔太が、そのもう一つ好きな、なんか好きな服がわからないから、その好きな服がわかる人にしよう。はい、江戸だけど、あんたか。今すげえ忙しいんだけど、なんか用？賑やかなところがいいんだろ。スケート、なんか好きかみたいなこと聞かれるからよくないな、これ。ショッピング街。お父様のプレゼントを探してるのですが、
男性の方のお好みでよくわからなくって。そんなら俺が一緒に行ってやるぜ。お前いつもそれ言うの？お父様のプレゼントいつも探してるの？毎回それ言うんだ主人公。よし、なんか違う春になったらまた全員誘う。じゃないとなんかよくわからないもん。なんかすまねえ、遅れちまった。その服お前にぴったしだな。ぴったし。もし何か買ってやるって言ったらどれがいい？まあ、お前に寄せてみるか、その運動系のやつ。やっぱそうだよな。なんか俺たち以心伝心というより一心同体って感じ。そのずっと言ってるけど目ずっと合わせてくれないんだよな。これが好感度めっちゃ低い時のなんか表情なんだろうな。あーもう終わりかよ、ずっといてえのに。今日はありがとうよ。このゲームなんか距離近いから、この距離が近のキャラクターの距離が近いのはもともとやっぱりゲームボーイアドバンスのゲームだから、やっぱり顔が大きいんだよな、この画面に。それじゃ帰ろっか。このなんか頭しか出てないくらいの距離感だよな。うん、めちゃめちゃ休暇あるやん。あと誰とまだデートしてないんだ。はい、こう。ナオチ、でも女とはもうあんまりデートしない方がいいかもしれないから、一応最後にオルフェ。はい、君か。で、オルフェとグッズで、カフェ。それならば。よしよしよし。いや、オルフェ？あれ？エレガント一回来たよな、なんか冬の時。今冬、これ一回来たから、これトラディショナル。おー、来たか。これが2回目の祈りの効果。これ目に悪いんじゃない？気にすることはない。ちょっとおかしくない？それでは行こうか。さすがにこれはやりすぎだろう。君は何を注文するつもりだ？これおかしいやろ。これよくないんじゃない？なんだよこれ。本当にこの今年ずっとこれ、最後までずっとこれでいくの？濃い？そうか。個性的だな。光が消えた。今日は楽しかったよ。それでは帰ろう。君を部屋まで送り届けたい。ただなんか光に圧倒されただけだな。もうちょっと寝るか。ちょっと乗馬しよう。運動ちょっと上げて。でもさ、すべてパーフェクトか。あら、それと。他の男評価上がってない？あ、ちょっと上がったな。でも、ナオジとカミュー全然上がってないな。くすー、ナオジ。いや、でも、エドとルードビヒ。なんか、エドって、なんか、ちょっと。もう一つ、カジュアルが好きっぽいから、エド狙ってみる？なんか、だって、ボーイシューとカジュアル好きそうじゃない？いや、わからない。いや、絶対すぐ帰りそうだからな。このゲームみんなすぐ帰る。あ、じゃあ、カーニバル。そんなら。よし。来週。でも、私、怪我が怖いから、やっぱり寝るわ。お？帰ってくれるんじゃない？今度こそ。好きにしろ、帰るぞ。俺様キャラだな、魔王キャラだな。わあ、アニスちゃん見つけた。
おー、行こう行こう。決まり。じゃ、この頃、いろんな人と目が合っちゃうの。バレンタインが近いか。あー、ちょっと火星あげる火星結構もういや150全部150じゃないとダメ。ちょっと結構いろいろ無駄。あれ誰だっけ。あ、トラディ。あ、あのエドか。じゃ今回カジュアル、カジュアルいけそう。だってボイシュ好きだから次はカジュアルいけそう。すまね、遅れちまった。それじゃあ行こうぜ。よしよしよし、ちょっと着替えて参加すっか。じゃあルイはトラディショナルと何が好きなの。カジュアル着れられたからな。あーボイッシュか、そうかもしれないな。着替えて参加すっか。参加しましょう。やっぱそうだよな、わかりやすい。あー、それじゃ帰ろっか。んじゃな、んじゃな。めっちゃあっさり。じゃあ一応火星あげる。みんなみんなちょっとデートしてなかった。悪いけど一人にしてくれない。みんなとはまだ全然仲良くなってないな。なんかなんかわからんけど、ナオジ、なおじデート失敗したな。すみません。やっぱりデート失敗したから。やっぱりデートしないと、男と仲良くしないと。はい。ルードヴィヒ、いや、カミュー、カミュー。カミュー、トラディショナル、エレガント嫌いだじゃないだろ。はい。あ、君か。いや、公園、前回公園だから。でも静かな場所が好きそうだから図書館とか。あの図書館で論文の制作のための資料を揃えたいのですが、効率のいい探し方を教えていただけませんか。そういう時は司書の人に聞くといいよ。そりゃそう。あ、何この誘い方、やっぱりおかしいよな。体調が気になる。お、次の日曜日だ。私と共に美術館へ行かないか。おお、楽しみにしている。目に悪そう。ぶつかってごめんなさい。私ってあれ、あ、爆弾、爆弾来た。そうね、近頃バレンタイン一色ね。それが爆弾。まあ一応まだそれはデートは先に行かなきゃで、まあ前回トラディショナルだから今回エレガントでいいだろう。気にすることはない。この状態でバラ、今日の服装は完全体になるかもしれない。新進作家の作品だな。君はどう感じる。なんかちょっと気づいたけど、このゲーム赤面顔存在しないゲームだな多分。新進作家の作品、綺麗な色彩ですね。そうか、君はまるで私の心を読む妖精のようだな。普通だな。ただこのかめっちゃ光ってる状態プラスバラってだけだな。楽しい時間は早く感じる。もっとすごい演出があるのかと思ったら、夢のようなひとときだった。礼を言うよ。ありがとう。それでは帰ろう。目に悪いな。君を部屋まで送り届けたい。目に悪すぎるなこれ。火星を150にするか。もうすぐバレンタインだわ。じゃあオルフェレウス、何を渡そうかな。ケーキ。もう
火星一応150になったらいけるだろう多分分からんけど、パーフェクトな人が好きだから運動も上げないとダメかもしれないな。まあ、バレンタインが近いっていう話ね。ちょっと爆弾気になるから。あ、何のイベント？こんにちは、フランシスよ。爆発した！あなた、変な噂が流れてるわよ。みんな、やっぱりデートしてなかったみんなが。え、これ、積んだかもしれないぞ。データセーブ。どうなった？一応セーブしてから見るわ。ああ、そのちょっと前に戻ってみんなとデートしないとダメかもしれないな、これ。あら、それとも7月で終わりだからこのゲーム。みんなのこんなか。うわ。わあ、それの爆発で。あー、ちょっと私時間戻したい。ちょっとまだ何、一応ちょうどその結構悩みか、結構少し前にセーブしたから、うん、今2月バレンタイン前だろ。あ、まあまあ、データロード、バレンタイン見てからロードしてもいいけど、それはちょっとずるかもしれない。まあ、あー、これここみんなとデートしないと。はい。はい。あら。よし。すぐに。カフェだろ。その日な。よし。あ、そうか。その、みんなの他にも、他の子とデートもしないとダメ、多分。あ、稼いあげよう。怪我するかもしれないな、これ。でも火星上がりやすいな。あー、なんか最初のパラメーターによって上がりやすいその項目が違うのかもしれない。カミユー、ごめんね。わ、みんな爆発すんなよ。なんかこのゲームまさかのなんか予告がないんだよな。なんか爆発した後になんかあれだな、なんかいきなりなんかもう爆発したよっていう。いいえ、あら、あなたは何、ね、じゃあホットチョコパフェ。ふん、あら、そうね、帰りましょう。まあまあでいいだろう。途中までいい。もうやっと仲良くなったか。寝るわ、怪我するからこのままじゃ。ねえ、少しお茶して過ごせない？いいわよ。この頃あの店のモカに凝ってるのよ。モカいいよね。近頃バレンタイン。よし、今度の日曜日だな。あ、これが良くないかもしれない。ありがとう。これで爆発したかもしれない、この前は。あ、そうか。そのデートもなんかなかったことにされた？あ、ちょ。おー、もちろんオッケーだぜ。では、帰りましょうか、お嬢さん。やっぱりちょろいじゃなくて、チャラいな。力になるぜ。俺に言ってきな。ん？という、あ、いやなんかさ、忘れたからな。え、これ、この前もこの日にデートした？だからこれエレガントで言っていいやつ？忘れたな。一応エレガントで言ってダメだったらロードするわ。さすがにちょっとロードしたから、前回何を着たのか確信がないんだよな。エレガント言ってみる。気にする今日の服装は。面白い本を見つけたようだな。こんちで、こんなか。切ない内容だけど心が温かくなります。やはり君とは通じるところがある。妖精じゃなくてもバラ出るんだ。今日はとても楽しく、それではか、うん、君を
送り届けたい。何の光だそれ。就卡西。行こう行こう。決まり。この頃。よしよし、火星めっちゃ上がったぞ。なんかその。やっぱりしかも前回見たとき、はい、なんかオーガスタの爆弾が出たからオーガスタも出るでしょ。オーガスタ出るでしょ。もうスケート場行こう。そう、なんか普通でいいよ。人並みに滑れるでいいよ。バレンタイン、それプレゼントするわ。それはオルフェだわ。で、はい、違う、違うのが出た。ビーズの小物入れ。ビーズの小物入れ。小物入れ。ハーブ石鹸。あれ？ハーブ石鹸。あ、これ、なんか、芸術っぽいからこれにしよう。体調悪くなるからなんか早く寝よう。次の週は いいのよ。またその服。あ、でも帰らないんだ。あ、よしよしよし。さあ、私と競争するわよ。競争するわよ。サンセットね。なかなか斬新な発想ね。とてつもなく帰りましょう。おい、途中まで全然仲良くなってないじゃん。大変だ、爆発する。上手。じゃあ私に行こう。気持ちだけ受け取っておこう。そんな嫌いそんな嫌いなの？ビーズの小物入れ。クッキーが良かったのか。カミュー、ごめんね。もうカミューまだ全然なんだな。春になったらデートに誘う。ちょっとセーブして、ちょっと私爆弾の調子を見に行く。春の連続休暇がまだ遠いな。じゃあやっぱりちょっと情報見なきゃ。あら、それ評価が知りたい。みんこんな感じ。お、まだ爆弾ないな。本当にないの？ちょっとまだ何か。いや、なんか情報は変わらない。よく、やっぱり全てがパーフェクトだから。どう？やっぱり全部高くないとダメかもしれないな。でも芸術200がいいんじゃない？やっぱり。なんかめっちゃ上がりやすいな。でも男とも仲良くしないとな。はい、春になったから、ルードビヒ行こう。ルード、なんだ。図書館。悩む前に行動してみろ。うわ、言われた。ダメだった。芸術お200になるよ。いや、今帰りか。送っていこう。おう、ぜひご一緒させてください。寮までの道のりが短いのが残念だが、さあ行こうか。こんなこと言っててもなんか絶対後で来ないかもしれないぞ。困ったことがあるときはいつでも君の力になろう。このゲームもこのシステムが大事だから。こんなただの虚像だから、こんな好感度が高いように見えるセリフ全部虚像だから、はい、うわ
うわ、私怪我したけど。あ、あ、あ、そうか、そうか。もっと、なんか遠い日に誘えば大丈夫か、これ。森行こう。森でもいいんだ、お前は。あ、あ、あ、怪我。怪我で期末テスト。マナが天才ってどういうこと？まあまあまあ、先に誘うか。はい、こ。ルードヴィッヒ。ル、なん。図書、いやでも図書館、図書館嫌いなの、もしかしたら。ならば。よしよしよし、来週だ。寝よう。あ、そうか、え、怪我まだ治ってない。ちょっと早まったか。バレンタインの手紙を受け取っては。ああ、どうぞ、お気に召すかな。なんか慣れたな、お前の輝きに。あ、治った、よしよしよ、いけたいけた。ちょっと危なかったな。治ってなかったらもうすっぽかしたことになるぞ。ああ、アニス、行こう行こう。じゃあ、あの、もう違う季節になったから、このままトラディショナルでいけるはず。トラディショナル、これだ。少し遅れたか。その動き面白いんだよな。図書館とは知識の宝庫だな。有意義な時間を過ごせます。そうだな。よし。有意義な時間を過ごせたようだ。帰るぞ。まさにね。さらばだ。さらばだ。よし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 。いや、もっと寝る。よし。え、帰ってくれる？無理だ。ウェイ。勝手にしろって言わないんだ。まだ。今度の日曜。ああ、まあ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 。ありがとう。おいし、なんか爆弾のあれがなかったね。よし、マリンとは約束したから。はい、こ。じゃあ、ベルヘルミーネもケアしないと。はい、あら。よし、私です。ああ、マリンと出かける。オルフェとは後でなんだな。じゃあ明日マリンだ。明日、じゃあ美術館にしよう。その日なら。よし、美術館。まあ、違う季節になったから、おお、まあ、ミンネもトラディショナルが好きなんだよな。ミンネ、ミンナ。いいえ、今来たところよ。あら。こんな風景の場所に行ってみたいわよね。幻想的な風景よね。そうよね。今日は帰りましょう。よし。途中まで一緒。よしよし。じゃあ次はマリンでしょ。マリンこれやろ。なんでその服をもう合わせなきゃダメなんだ、そもそも。迷子になったら怖いよね。帰れなくなっちゃう。森か。パンでもちぎっとく？それじゃあか。なんかテンションがなんかそういう感じになるんだよな。よし。この季節になった後デートした？まだだよな。エレガントでいいよな。気にすることはない。今日の服装は君によく似合う。図書館とは。これも好感度よりもパラメーターだけだな。あとは。みんな真剣ですね。やはり今日はとても。それでは帰ろう。君を部屋まで。